それでは、該当チーム少ない、はい、ですね、まず最初の商品、ですが、こちら YHT-S401 というモデルになります。先ほどあちらでご紹介しました YAS-101 というモデルが、基本的にはサウンドブースター的なものだというお話をさせていただきました。それに対しまして、こちらの方は、ヤマハとしてはこれの前の1個前のモデル YHT-S400 というモデルからスタートしていますけれども、ワンバータイプの、ホームシアターシステムとしては位置づけになります。ポイントといたしまして一番大きなところ、向こうとの違いというところで言いますと HDMI 接続、になっております。プレイヤーから HDMI でこちらにつないでそのままテレビにつなぐという、簡単な接続ですけれども、その結果としまして、HD オーディオですね、ドルビー、トゥルー HD ですとか DTS HD といった、BD、ブルーレイディスクの、フォーマットに対応したというのが、大きな、ポイントであります。それから、ヤマハは、いろんなテレビメーカーとのリンク操作といういわゆる HDMI リンクと呼ばれるリンクですね、こちらの方をやっていますので、本体のこのリモコンを使っていただかないで、テレビのリモコンを使ってもですね、ホームシアターシステム側の方の音声の音量の上げ下げですとか、インプットの切り替えといったことが可能です。メーカーさんによっては、東芝さんとか日立さんとかですけれども、テレビ番組の、番組表ですね、その番組表の方との連動でサラウンドモードを切り替えたりとか、そういうようなこともできるような。かなりの提携をしております。あと一つ完全に忘れてました。この下の足の部分、本体の下にこう丸っこい足が2本ついてるんですけれども、この足可動式です。角度がこう変わってくるような形になってるんですけれども、それで5段階足の位置によってここの高さを変化させることができます。この高さを変化させることによって、要は、テレビの位置に対して最適な高さ、それから足の幅といったところを選んでいただいて、どんなテレビでもまたいできれいに置くことができて画面を遮らないというようなことを目的としております。